はい、今日はですね、ちょっと変わりまして、新聞でね、こんな話を見たんです。こんな話をね、はい。このコロナ禍で、いや本当喋り出すと動くからさ、いやこれ面白いとこなんだよな。動いてるならここ撮りたいよね。このコロナ禍で、アメリカの食肉関係ですよね。子豚100万頭安楽死っていう記事を見かけたんです。結局こう食肉工場っていう、要するに何ていうか、結局動物なんだけど、きちんと生産とそのね、食肉になって流通に乗せるまでにちゃんと計画的にこの、なってるわけですよね。それがこのコロナで、一時閉鎖されると、その処理場、まあ、いわゆる処理場ですよね、それが閉鎖されて、もう当然そのコロナの影響で閉鎖される、そうそう品薄になる、小売価格が急騰、今度は処理できない子豚たちが出てくる、殺処分みたいなことになっちゃうっていうことになってるんですよね。なんと難しい理屈はもう、私も専門じゃないとわからないにしても、要はどんどん生まれてきちゃうわけで、処理ができないと、小さい処理 のとこ、要するに本当は大きいシステムでやってるところが、そこが閉鎖になったらもう大変なことになっていっちゃったっていうことだと思います。で、まあ、この子豚の発育を遅らせるために餌の量を減らすとか、いろんなことをやったりしても、子豚が処理を経て、子豚が飼育をされて処理されるまで20ヶ月、これを一気に変えるってことはなかなか難しいことなんですよね。この循環っていうのを一気に変えるっていうわけにはいかないわけですよ。そうすると生まれてきちゃう子たちが行き場がなければ、安楽死されるするしかないっていうことになっちゃったわけです。で、私がこれ何が言いたいかって言ったら、そのこのコロナ云々かんぬんっていうのは、この人間この人類に対するいわゆる罰っていうか、罰じゃないかっていう考え方があったんですよ。あまりにもこの、何ですか、この思い上がったこの行為がですね、人間のこういう思い上がった行為がですよ、我々人類に対するね、その警告というか、ちょっと慎みなさいと、調子に乗りすぎだという意味合いがあったんじゃないのかなって思ったんです。ところがそういうことなら、この子豚たちっていうのは罪がないわけじゃないですか。動物ってそこに行っちゃうっていうことは人間だけのことじゃなくなっちゃうなっていう考え方に至ったわけですね。ちょっとこれはなかなか、そんななんていうのか、思いつきのような、私が思いついたそんなことでは、会計なんていうのかな、落とし所につくような話じゃないな。なんか人間が今まで好き勝手やってて、この、今までの反省とかいろんなことを思いなさいと、この本当にこの明治からこの世界中にこの100年でものすごく環境だとか状況が変わったわけですよね。今までにないような劇的な変わり方をしてきたことに対する反省っていう意味かなと思ったけども、そんなところじゃない。自然の
野菜とか植物っていうのは天候に左右される、いわゆる鳥にしても、牛にしても豚にしてもそういったものっていうのはシステムに組み込まれちゃってるから割と天候に左右されないっていうことがあったんだけども、これだけ世の中が劇的に変わっちゃうともう変わらざるを得ないし、その行き場のない命っていうのがっていうことになっちゃうっていうことまで、それは想定してないですわね誰もが。で今となってこういうことが起こってきたっていうことが、いろんな、事件や事案ね出てきてるのかな。ちょっとこれね一瞬この新聞今になって多少落ち着いてきてると思うんですけど、落ち着いじゃないですよ、世界はまだもうね、ヨーロッパなんてもうフランス、イタリア、なんてスペインなんてもう今がピークというかもう今から大変ということになって、まあ、この日本も例外なく関係ないってわけじゃないんですけど、まだ他の諸外国に比べればマシっていう、中国の方はどうかっていうともう情報統制、報道統制されてるんじゃないかっていう話もあるんでちょっとわからないですけども、まあ、これでねオリンピックに突き進めれるのかっていうところもありますけど、はい、まあちょっとね考えてねやっていかなきゃいけない、考えてやっていかなきゃいけないって、このねどうでもいい言葉言ってる時はこの喋りながらもうずるいこと考えてなんて全然考えてないんだけど、言葉をつないでるだけであんまりね接続詞っていうんですか次のこと喋ること考えてるだけでどう落ち持ってこうと思って喋ってるだけでね、はい、あと1分余りどういうふうに持ってこうと思ってるわけで、内容がない、なんかもう自分でやっててねずるいなと思うんだけど、そうでもしないとやっぱり編集しないんで間が空いちゃうと、今日はうまいタイム、今のこの時間はうまいこと邪魔をしないでね、この子たちも協力してくれているんで、なんとかフィニッシュまで持っていきたいなと思ったけど、これはね、だけどもこれね豚だけじゃなくそれは鶏牛もっていうこともあると思うんですけど、これはね本当にいろんな問題、まあこの子豚の言うことに掘り下げていくとちょっといろいろ話が深くなっちゃうんでいけないんですけど、まあやっぱりねこういうことが起こっているんだなっていうことはちょっとでも知っていただければなというお話です。はい、ありがとうございます。